はい、どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間です。今回はね、顕在意識と潜在意識についてちょっとお話ししようかなと思うんですよ。まあ、私は恋愛によくね、これを例えるんですよね。で、潜在意識っていうのは何かっていうと、まあ自分の判断ではなくて、まあ本能とかね、自分の心の中に根ざした常識や思い込みの積み重ねだと思っております。ですんで、恋愛に例えるとね、一目惚れっていうのは結構ね、潜在意識なんじゃないかなと思います。で、顕在意識っていうのは何かっていうと、自分の明確な理性や知識によって判断していく、選択していくってことだと思うんですよ。つまり自分の頭脳を使っているってことですよね。まあそうなると、恋愛に例えると、一目惚れとか外見ではなくって、その人を知ることによって、ああこの人は魅力的な人生を送ってるなとか、自分に必要な能力を携えてるな、もしくは自分がこの方にとっては必要な人間になっているなってことをね、こう判断して考えていくってことになります。年齢を重ねれば重ねるほど、どちらかというとこの顕在意識、自分の選択とか意識ってのが明確になってきて、より知恵のある選択ができるんじゃないかなと思うんですよ。まあでも、まだね、年齢が浅いうちっていうのは、まあいわゆるね、ちょっとした雰囲気とか思い込み、まあそういったもので、恋愛感情を踊らしてしまうので、まあどうしてもね、思い違いが多くって、自分が好きだと思って付き合ってみたらちょっと違ったなみたいなことが気づいていけるとか、あとは年齢に応じて様々な判断が変わっていきますので、自分の育った感覚で見るとちょっと違ったかな、もしくはあ、より魅力的に見えてくるなみたいな感じでね、まあ知恵によって恋愛をしていくようになるのかなと思うんですよ。まあ今回は恋愛に例えて潜在意識と顕在意識をちょっとね、お話してみましたけども、やっぱどちらかというと、その顕在意識ってものは、まあ、学習とか経験によって、まあマインドセットされていくものなのかなと思うんですよ。で、潜在意識ってのはどちらかというと、まあマインドブロックですよね。思い込みの積み重ねなのかなと思います。まあどちらをどのように使っていくかってことは、これまたね、その人その人の選択になってくるわけですけども、ただやっぱりね、人は生まれ持った潜在的な感覚ってものがありましてね、これがだんだん人生を送る上で、自分の学習とか経験とか失敗から得る教訓などで上塗りされていくのかなと思いますよね。まあそして顕在意識っていうのも、そのまんまどん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 潜在意識にね、マインドブロックの方に溶けていくのかなと。だから学び続けない人っていうのは、いつまでも過去の思い出や判断によって、様々なものをね、考えていくってことになるのかなと。いわゆる古い頭になるってことです。これ古い頭が悪いってわけではないんですよ。古いものが尊重される場合もありますんでね。まあ、つまりは、どんなことでも使い分けなのかなと思います。で、今後この潜在意識に関してですね、舞姫大学のナミさんが専門チャンネルを作ってくださるってことなんで、まあ、私のね、この潜在意識と顕在意識の扱い方が、まあ、どういうふうな位置にいるのかってことを、その講座によって学んでいこうかなと思います。まあ、おそらくね、この動画をご覧の皆様も、潜在意識なのか、顕在意識なのか、これは一体どういう意識に根ざしているのかっていうことで、迷うこともあるかもしれないなと思うときに、このナミさんのね、新しいチャンネルが参考になるんではなかろうかと思います。一緒に学んでいきましょう。それでは動画概要欄に、今回のね、ナミさんの新しいチャンネルの URL をつけておきますんで、よろしくお願いします。